ペニシェは、ポルトガル、セントロ地方、レイリア県の都市。教区6つを含めた同盟の基礎自治体でもある。16世紀以降に築かれた城壁の町として知られる。1609年、ビラに昇格した。海に面した場所に立つペニシェ要塞は、16世紀に作られたもので、サラザール独裁時代には刑務所として使われていた。1988年、 都市の地位に昇格した。東はオビノス、南はローリニャ、西と北は大西洋に接している。ペニシェ市街は陸系島によって生まれたおよそ1 0キロメートルの半島の上にある。半島の突端はカルボエーロ岬である。海岸は切り立った崖の美しい眺め、美しい砂浜からなる。ペニシェの半島の西沖合1 0キロメートルには、 自然保護区であるベルレンガス島が浮かび、夏の間ベルレンガス島までの渡し船の拠点となっている。渡し船は小さなモーターボート、漁船から中型船までいろいろとあり、各社料金と滞在時間は同じようなものではあるが、到着までの差が格段に違うので見極める必要がある。主要産業は漁業でポルトガル有数の漁港を持つ。ありがとうございます。